2023年3月の12日、うー、日曜日、えー、昨日はお休みをいただきまして、3月11日はちょっと配信する気になれないんでね、嫌、えー、だ。あの、お祭り気分で震災をこう、振り返るみたいな番組がたくさんあったり、まあ世間もそれに合わせて黙祷したりするごっこがあるので、 そういうのにちょっと付き合いきれないので、僕はちょっと、うん、全部、こう、シャットアウトして生きてましたね。というわけで、12日になったので、大丈夫だろうというので、えー、僕がシャットアウトしているときに、YouTube が粋な計らいが、投影動画が、松本瀬礼二先生ありがとうございます、っつって、名作、銀河鉄道39劇場版をお、13日の10時まででしたっけ 明日まで YouTube で無料公開されてるとあいうことをやるそうです。で、まあ、なんだろうな、僕もう見た作品だからいいよと思ってたんだけど、まあ、その11日何もやることがないので、じゃあ、現実逃避で YouTube でも見ようっいうので、えー、39を見ました。いやー、びっくりしましたね。あの、何年前だっけあの、 リマスターされたんだよね。銀河鉄道39がフ。フィルム洗って、デジタルリマスター処理をして、ほんで、劇場公開用に1週間だけかけるために、えー、銀河鉄道39を映像を洗い直したっていうのがあって。多分、その映像を使ってんだろうね。あ僕が、僕が VHS で見た時のビデオより全、なんだ、この、 む,む,むしろ綺麗すぎて違和感がというかうん、ね、フィルムのゴミ取りもしたんだろうなと思うんだけど綺麗すぎちゃってさびっくりしちゃってあなんか別物見てるみたいだなっていうのが一つあとは、まあ、当時40年前の手書きアニメーションですから CG がない時代ですから全部手書きの中でアルカディア号の迫力であったりとかね えー、あとなんだ、宇宙戦争のアニメーションが、まあ、いろんなものが爆発したりとか、ものが崩れたりっていうのを当時のお最新技術と東映動画が油が乗ってる時のアニメーター、あーそれからスタジオヌエえー、えー、とうとうですね、えー、がこう力を合わせて作った集大成でいや見応えがあったなと思いましたね。素晴らしい。 あと、YouTube にメーテルのシャワーシーンとかどうするんだろうと思ったら、えー、メーテルもちゃんと隠すところは隠してたんだっていうのをですね、えー、記憶があの、こっちも裸のメーテルがあったはずだなとか、あまあ、うろ覚えの部分もあるんですが、うん、それがちゃんと隠れてて、あさすが、まあ子供が見るものらしね、大人が子供連れて見に行って気まずい思いをしてもまずいよなというので、冒頭のメーテルのシャワーシーンとかね、 えー、ちょっとよかったな。ガンダムとは違いますね。ガンダムはセイラさんが脱いちゃいますからね、えー。というのがあって、えー、2, 時間2時間10分、えー。昔の映画は本当に長編アニメーションとしてこんなに長いアニメを、今はもう頑張ったって130分でしょうよって思うところをですね、頑張って作られてまして。いや、大したもんだなと思いました。あとはやっぱり、 松本零士の油の乗ってる時期でもあるし、メーテルが一番綺麗だったあ時代でもあるでしょ。リメイクされた時のメーテルとかね。な,なんでこれメーテルじゃなきゃいけないんだっていう。あの白い、白い、白い服になったメーテルとか、どうなのって思ったりとかする感じの話。あとは、まあ、林太郎の考えることは、本当メトロポリスから何から、金河鉄道の夜から、<laughs> 一貫して変わってねえなとか、あ思ういろんなことが相まりってね。あと、ガラスのクレアは生きて、生きてて欲しいなってやっぱ思っちゃった感じとかね。クレアさんはテレビシリーズでも砕けるし、ああのー、劇場版でもじりじりに砕けてしまうし、どうな、どうなんうなと思う感じね。もうありましたけど、うん ここれがあったから、その後の劇場公開をアニメーションに道が開けたという、ううまあ歴史的功績もあったりするわけで、えー、まあ見れる人はというか、もう特に見てるんだろうけどね、僕なんかは情報が遅いから、あー今頃39見ましたけどあ、見るとちょっとびっくりします。なんか、なんかあれだな、本当に。うん、あの、アキラの時もそうだったけど、 アキラも確か期間限定で YouTube で公開した時もうアキラなんか何回も見たよって思うけど、やっぱもう一回見ちゃう感じのね。金だーサウンつけろよ、デノスケ野郎とか、見ちゃうんだね。なんかだんだん、あれですね、あの、もう一回見たし、お話全部知ってるけど、なんかテレビでザ・コアをやってると見ちゃうとかさ。 バックトゥーザフューチャーやってると見ちゃうとかさ。あなんかそんな感じが今 YouTube の方に映ってんだなーなんていうのを思いました。以上です。えー、銀河鉄道39の話は以上でした。えー、っと、あとね、あーそう、YouTuber でちょっと思ったんだよね。あの,あの人は今っていう番組がまあたまにあったりとかするよね。テレビの一発屋を集めるとかさ。えー、そんな感じでさ、30年後とかにさ、 あの、YouTube の声やってる人をさ、お金払ってさ、来てもらってさ、あの頃の何々子さんですみたいな感じでさ、おばさんになっちゃったけど、も萌え声を出せるおばさんみたいなのがさ、あの仕事をするのかななんて、近い、近い将来、30年じゃ経ちすぎんのかな ?5 年経ったらもう懐かしいっつって、 懐かしコンテンツとして YouTuber じゃ、VTuber が扱われるかもしれない。で、これは YouTuber とかあー、ニコ生配信者とかには、その、なんだろうな、今更出てきて恥ずかしいみたいなところを世間の目が向けるかもしれないけど、VTuber に関しては、なんだろうな、好意的に見るというか、ね、期間限定で1日だけでも復活してくれたら嬉しいみたいな。 目が注がれるのかななんていうのを思ったりしました。思っただけです。<laughs> えっと、僕、すいません。ほんと、VTuber そんなによくわからないので、メメメ,メと、なんとかサロメぐらいしかわからないので、おヨーグルトですわあの人しかわからないんで、まあ、そ、そんなのふわっと思いました。あえー、で、おばさんといえば、えっ、ー、と、おじさん公文っていうのが、ね、なんか話題だったんですけど、去年は。 うん2023年はおばさん公文というのがあるらしいと。ハートマークとか、うん一番使うマークがなんだっけこれですか怒ってんだが、なんかやってんだがわかんない。このマークを5つ以上つける人はおばさん公文になるから気をつけてください <laughs>。言われてるらしいです。 いやー僕はもうなんかそういう文章のやりとりをする相手もいないしさあのこういうのをどうにかするっていうのもないからさもうさあのいいんだけどさあ大変だねって思って世間的にしてこうやってなんか打たなきゃいけないんだなって <laughs> 一歩間違えばあこれはおばさん公文だねとかこれはおじさん公文だねなんてあ評価されちゃうんだなーなんて思いました なちなみに僕はこういう絵文字使わないで、ちゃんとした日本語の手にお派で文章を間違わないで打ってくれる人が好きだなあなんていう風に思います。あーまあ、いないんでしょうけどね、興味ね。あの、っていうか、そんな古風な人は、その、なんだ、メールとか、あーなんだっけ、<laughs> 僕使わないから、あの、携帯に入ってる緑のスポーンって出てくるやつ。こう、こうやって、なんか会話形式でこう返すやつ。 シュポンスポーンっつって、あの、スタンプがどっかに入るやつ。えへスランプ。あれ、なんつうんだっけ緑の、韓国資本の、あのー、ウェブのさ、ウェブアプリサービスみたいなので、ね、携帯に最初から入ってるようなやつ。なんつうんだっけ緑の、えー。アイコン書こう。なんか、吹き出しみたいなのがあって、ここが緑で、 あも,うもうちょっと濃い緑か。あ惜しい。今、今ちょっと出そうですよ。これは教えてもらわなくても大丈夫そうです。えー、これなんだっけなんだっけ僕の脳内で今クイズが。あ、LINE、ね。大丈夫誰も教えてくれてないあいいですね。素晴らしい。ね、LINE みたいなさ、脳とかさ。で、思い出したら何話したいか忘れたんだね。 えー、ああ、そうだ、そうだ。ああ、古風な女性は LINE とかしないだろうなと思う。<laughs> 古風だったら手紙とかになるだろうからね。文、えー、通しないとそんな綺麗なあ人とはこうね、出会わないでしょうから。あなんか,か、簡単に手に入る友達は簡単に裏切るだろうし、簡単にい,らいなくなるだろうし。 うん、その簡単に手に入る仲間みたいなものはインターネットにたくさんあるけど、それらは全部意味のないものだよななんていうふうにも思います。まあ僕は信用しませんけどね。えー、うん、そんなふうに思いました。おばさん公文だなんて言ってる人たちとか、これを話題にする人たちなんかは、えー、そうじて付き合わない方がいい。メ、えーテルみたいな人一人いればいいんじゃないかなと思います。 えー、あと、明日コロナのマスクをつけるかつけないか、一般市民の判断に委ねますという、何、文言が、えー、正式に政府から発表というかうん、施行されるそうです。だから、明日からはうん、マスクをつけるもつけないも自己責任で、 で、まあ、せ、世界の流れとしてはマスク外す方向に行ってるので、まあ、今年の夏にはマスク外して海水浴であるとか、まあ、お花見ですね、4月のお花見、ゴールデンウィークの旅行みたいなものに、えー、もう、この人マスクしてないわ、とかっていうことで、騒ぐことがなくなってくるんだろうなぁと思います。まあまあ、政府主導でね、安倍のマスクみたいなものもありましたし、 どっかでこうやって、明文化しないと、ずっと国民はマスクをつけ続けて、えー、こう対立構造が続いていくので、えーこう、こういうお達しをしなきゃいけない。結局、結局コロナ禍では10万円を配るだけで終わったんだなっていうのもあるし、10万円配られて助かった部分もあるけど、 配らなくても、それなりに、その、人間つうのは生きてこれるんだなっていうことも、やっぱ3年で証明されたわけですよ。あと、多分、税金も納めなくて本当はいいんだろうなっていうのも <laughs> あの、あの、ね、あの、ね、税金納めないと、でも脱税はしちゃいけないと思うけどね。あの、ね、えー、なんと思いましたね。あの 収めたってリターンはないわけですよ。帰ってくるわけはないけど、その仕組みでしょうがないって言って生きていくしかないって言ってやるしかないんだろうなと思いますが、そんなことをこの13日から自由だよっていうコロナ発言からあ思ったりいたしました。僕はつけますけどね、あのどうせ、どうせ一人で生きていくしあの、迷惑かける人もいないんだけど、だからっ,つって外していいってわけでもないし、 まあ僕は少なくともあと2年はちょっとマスクをつけてこうかなと。あ、この人はまだコロナ怖い人なんだっていうふうに、まあ、外から見られるんだったらそれはありがたいことだし、マスクつけてても警察の人に不審者だっつって声かけられないんだったら、マスクつけてた方がいいし、あ、今日髭剃ってないななんて思って、髭を隠すのに、えー、マスクも便利だったりとかしますし、えー、マスクしてる人のは、 うん、何かと便利だったりするんだよね。あの、なんかコロナ禍ではマスクしてないとお化粧をちょっと手抜いても、う目の化粧だけすればいいから大丈夫みたいな、あこととか言われましたけど、あんなのはバカの言い訳であったね。まあでもそのバカの言い訳も込みで、えー、僕はマスクをつけ続けようかなと思います。で、で、 えー、コロナーさんですね。なまあ、何が僕が言いたいかってやつですよ。うんやっぱみんなはこう他人の死に寛容であると。関心がないんだよ。だから身内とか友達とかがコロナにかかって大変だった。もしくは 芸能人で誰かがコロナにかかってその発表を聞いて、コロナって大変なんだな、みたいなことを思ったりすることはあっても、全然知らない人がコロナで重症化して、えー、人知れず亡くなって、えー、死傷者の発表の中に混じってるっていうことに関しては、あ数字でしかやっぱり受け取らないわけだし、危機感がないんだよね、結局ね。 それがいい,いいか悪いかで言うと、良くもあり悪くもあるので、あのこ,れこれが絶対に、こんなこと思ってる奴が絶対ダメだって話ではないんです。ただ、あまりにも無関心すぎるんだろうなと思います。だから他人、一切自分と接点のない人がどんだけ死んでも構わないぐらいに、その自分のテリトリーで生きることがあの大事になってる。 ね、世界中には70億の人が生きているけれども、その中の、それこそ何十人という小さなコミュニティで、えー、コミュニティのルールの中でしか人間は生きられないというか、今そういう時代になってきているので、えー、まあそ、70億の命を背負って生きることも無理ですけどね。 そもそも今日一日生まれたさ赤ん坊に対してさおめでとうって言ってるだけでさ一日終わっちゃうんだから <laughs>、ね、人類カウンターみたいなのは常にこう回り続けてるわけですからあーそれはできないことではあるんですよ不可能ではあるんだけどでもそれを割り切ってしまったところから多分人間は生き方を間違うし例えば戦争にまで発展するしね自分の国さえ良ければいいっていうもしくは自分の 家族とか友達の生活のためだけに世界を敵に回したりとかどっか弱い国を搾取の対象にしたりとかみんなが幸せになることじゃなくて自分とその周りだけが幸せになるっていう考え方のもとこのコロナの13日のマスクを外しますよ宣言っていうのは出来上がっているまあ昔からの生き方がそのまま出てるっていう話なんですけど うん、コロナになる前から人間になってそういうもんなんですけど、うん、なんかそういうのがねこう、可視化されたのがコロナだったのかもしれないな、COVID-19 だったのかもしれないなと、と、うん、思ったあ今日でありました。もう感染者の発表は何もしないしさ、うん、誰がどこで病気にかかってるかもさ、あのー、ないし。 うん、病気が恐ろしいんだっていうニュースもないわけですよ。そして、えー、特効薬なんかできましたってニュースは一個もないのに、えー、<laughs> みんながマスクを外す、うん。でも集団免疫もこれでできてるから大丈夫だっ,つって、ね。いや僕もさ、そのワクチンができた時にさ、接種をまだできる人とできない人がいて、で、僕は後でもいいやと思ってたから、それで何ヶ月遅れたんだっけ、僕。 結構遅れて最初のワクチン接種になったんだけど、その、意の一番にワクチン打った人がさ、あの、マスク外してさ、あの、俺の歯は、俺は80になるんだけど、あの、歯が抜けたことがないって言って、歯の自慢し始めるっていうのに僕は遭遇して。 いやいや、もう、あの、コロナですから、マスクをしてくださいっていうようなので、も、問答をしたことがあったんだけど、あの、その時に止めに入ってくれた人が、うん、あのワクチンを打ったからって、その、病気にかからないわけではないし、いあの、人にうつすことはないから、ちょっとマスクはしてもらえませんかっていう渡し船をね、知ってもらったんだけど、うん、ね他、他の人からね、もう,そう、そうやって落ち着いてね、人にこう、諭すことができる能力というのも素晴らしいなと思ったんだけど、 あこれが人間であるから。あの勘違いして、これで大丈夫だっていう風に思ってしまう人も出てしまうわけですからあー。でもそれを絶対に出ないようにはできないわけ。その人間の,の IQ みたいなの生まれた時にから決まってっから、頭悪い人に何を教えたってダメだっていうのもあるのであ、ああいうのは騙すしかないんだろうなと思うんですよ。あなたは悪くないんですよって言って。 うまいこと、正論を言って言って聞かせるんじゃなくてね、うまいこと騙して誘導しなきゃいけないんだなと思うんですけど、その究極が明日からのマスクしないでいいですよ宣言ですよね。まあそうは言ってないんですよ。個人の判断に委ねますって言うだけなんですけど、それはもう政府はもうここに一切関与しませんみたいな、そういうことですよ。 もうだからコロナにかかったかもしれないから、抗体検査しようなんていう場所もどんどん少なくなるんだろうしね。まあ、実際この1年は、ね、その病院にしても隔離みたいなものがだんだんなくなってきたりとか、っていうことのデータも取ったんだろうしっていうのはあるんですけどね、そうそう簡単にうつるものではないと、ワクチンも打ってれば重症化するものではないと。 ああいう認識になってはいるんだろうけど、僕としてはね、ワクチンを打ってさ、ワクチン打ったからさ、かかってこい、コロナで、ね、なんだろう、マスク外して、あの、そのウイルスを受け入れるようには僕は生きてはいけないので、あの、ワクチンがあろうとなかろうと、まあ、マスクは僕はしようかなというふうには思ってます。だからっつってしてない人を、うん、こう、軽蔑の目で見たりとか、 はしないけどでも逆に言うとマスク外した人からはさそのマスクしてる僕なんかを軽蔑の目で見るかもしれないんだよなと思うとさそれは不公平だよななんていうふうにも思ったりもするので <laughs> まあでもその世間の流れに乗って何も考えない人たちほどそういうところであの簡単にその差別とか分離するものを生んでいくんだよななんていうのも思ったりとかして。 明日からちょっと地獄だななんていいう,うには思います花粉症の人とかね、マスクしてたりとかしてさ、あれをまた私、花粉症だからマスクしてるんですっていうので、マスクのところに花粉マークみたいなのがつく、うー変なブームとかさあ、そんなのも起こるかもしれないな、っていうふうに思いました。人のやることは本当にくだらない。あと、そうね、あ今日何,何で思ったのか忘れたんだけど、発想です。 あの誰でも思いつくような発想みたいなものは大事だなって話で何かっていうとあのねそれ僕も考えついたことあるとかさそんなの20年前から言われてるよみたいなことを今思いついたかのようにこうね,ねマスクになな何かすればいいんじゃねえとかさへ変なアイディアってあるじゃんそのあ何にも考えてない人がさその脳みそ使わないで口だけでパッと出ちゃう思いつきみたいなの。 あれが大事なんだなと。なんで大事かってうと、この、その、一番簡単な発想っていうのは、真似しやすいから。誰でも真似しやすいから。ここが大事。その、いろいろ考えて、いろんな可能性をこうさ、潰して、潰していっていく、いろんな可能性を拾っていって、その、 ここがいい、ここが悪いっていうのを究極にこう選別した答えっていうのは、まあ結果シンプルにはなるんですけど、そっちの答えも。あの、それは、なぜここに至ったかという説明とかを普通の人は聞かない。理解しない。えー、<laughs> そんなことよりも、その、もっと簡単で真似しやすいこと。だから、なんか流行するものとかもそうだけど、あの、あの 踊りとか歌とかでも簡単で真似しやすくてどっかで聞いたことのあるものの方が流行るんですよ。あ,あの、d パンプの USA のダンスみたいな、あんなやつが流行るので、あのー、それは何かっていうと、あれが真似しやすいからです。この,この真似しやすさが大事なんだなっていうのをちょっと今日思いました。なんで思ったかは忘れましたけど。うんあと、うん 次回、次回に多分一生懸命話すと思うんですけど、2024年の流行色を今から予言しておきます。コロナが流行ってから僕、オレンジと紫絶対流行るぞって言ったんだけど、流行んなかったんですけど、えー、今度は2024年に流行る色、えー。メタリックシルバーでーす。えー これはね、なんで流行るかっていうとですね、今まで閉鎖的でコロナみたいなもので、こう、押し込められてた人たちが求める色だからです。金とか銀とか、あの、なんだろうね、価値が高いとされてる色に、あのー、今、多分移行しつつありますね。ちょっと今、2023年3月で、その兆候はあるんですけど、金ピカ文字とかあ、なんかこう、キラキラしたもの、 っていうのがあ、あと無駄にグラデーションがついたメタリックなロゴとかね。あの、そういうのが流行ってくると思います。これが流行ったのは90年代に一回流行ってるんですけど、まあ、30年周期の理論で、えー、もう一回これが来るんだろうなって。Windows 95の頃に嫌だったあのメタリックなウィンドウが戻ってくるんだろうな、なんていうのをですね。 思いながらですね、今日の雑談は終わりにしようと思います。ありがとうございました。